好きです。いつの間にか恋に落ちていた。あれ、それ惜しい。僕に興味がなくてダメか。ちゃんと渡るくんと話しな。俺は推しの代打かよ。レンちゃんのことでは泣けるのに、渡るのことでは全然泣けない。生きてるだけで偉い。ありがとうございます。ねえ、やめて。ねえ、してやめて。ねえ、やめて。今セックスより惜しい。なんでよ。だって先週もしたじゃん。私にもタイミングってのがあるんだって。毎回惜しいが惜しいがって。なんだよ、星って。ごめんってね。おやすみ。アイコ、ん？今日6時に撮影終わる予定なんだけどさ、うん、夜一緒に飯でも食わない？あー、今日ライブだわ。じゃあ、明日の夜は？よし、明日、なんかあったっけ？あ、明日マミと予定あるわ。そう。え、ねちょっと、れんちゃんタバコ嫌いなんだし、匂いつくと嫌われるからやめてよ。ね、てか前も言ったじゃん、それ。はいはい。ね、今日のライブどっち着ていったらいいと思う？今日のもすごい素敵ですよ。いいですか？え、今日の完璧ですね。もう、ねえ、みんな今日レンちゃん休みだって。え、嘘。公式ので言ってる。アイさん今日どうする？うわ、どうしよう。あ、ちょっとすみません。もしもし。もしもし、渡る？あのさ、今からご飯行けるんだけど。え？今日ライブなんじゃないの？いや、今日レンちゃん体調不良で休みになっちゃって。なんだよそれ。俺は推しの代打かよ。いや、そういうわけじゃないけど。今日はもう予定あるから無理だわ。じゃあね。ごめん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 。週末はどう？週末は？忙しい？仕事？まあ忙しくはないけど。じゃあデート行こう。うん、わかった。うん、じゃあね。はい。今日ライブ参加します。よし。おー、お待たせ。おお、なんか今日いつもと雰囲気違うね。この服いいでしょ。うん、似合ってる似合ってる。はい、行こう。うん、まあ、近いんだけど。ここここ。この間さ、仕事で俳優の内田博君
撮影したんだけど知ってる？内田くん知らない。ああなんかね、これから来るって言われてる若手俳優なんだけど。あ、愛子って男の俳優あんま興味なかったか？そうなんだよね。あ、でもね、今度ね、女優の寺田鈴香ちゃん撮影することになった。口が違う。ねえ、聞いてる？ごめん聞いてる？え、俳優の内田くん撮影するの？すごいじゃん。うん、まあそうね。ねえ、ちょっとさ、写真撮ってくんない？はい。うん、ありがとう。おー、さすがプロの腕ですな。普通だよ、普通。ちょっともう一回さ、こんな感じで撮ってくんない？え？え？え、そうなの。れいちゃんもこの間このフルーツサンド食べてたの。いや、この服さ。気づいた？ねえ、そう、れいちゃんと同じ服買っちゃった。なんだよ、それ。合ってる。はい、うん、ありがとう。ああ、いいね。いや、待って、漏れてない。OK。はい、どうぞ。でさ、俺の話は一個も聞かないわけ。推しが、推しが、とか言って。おかわり。愛子は昔から一つのことに夢中になると周り見えなくなるからね。もう終わり、別れます。いやいやいや、でも渡くんも愛子に何か特別なことしてあげた？振り向いてもらう努力とかしてるの？いや、それは愛子にばっか変わってもらおうって思ってんの。エゴなんじゃない？まあそうかもすけど。そういえばさ、あそこ行ってた？じゃあさ、コンサートやっぱ行った？え、行ったんすか？行った。よく取れましたね、マチケット。俺そういうの苦手っすよ。最後のチャンスだと思ってね、頑張りな。どうしたらいいんすか？教えてあげるから。何っすか？よし。誕生日おめでとう。こちら山田愛子さんのお宅でよろしかったでしょうか？あ、はい、大丈夫です。こちらにサインお願いします。はい。その笑顔でいいんだよ。
渡るいんの？いつの間にか恋に落ちていた。抱きしめて See my life。